これより地域活動フォーラム第2部を開催いたします、えー、本日の地域活動フォーラム司会を務めます荒川コミュニティカレッジ第11期受講生の鈴木敏夫と申しますよろしくお願いいたします <laughs>、えー、荒川コミュニティカレッジ学園祭は実行,会実行委員会形式で開催しております、えー、6月の第1回から計6回の会議を重ねてまいりました、えー、開会にあたりですね 学園祭実行委員の石永さんよりご挨拶申し上げます。それでは石永さんお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました実行委員の石永です。よろしくお願いいたします。地域フォーラムに地域活動フォーラムにご参加の皆様、いつも活躍ごく誠にありがとうございます。地域活活動フォーラムのですね目的であります。 人生を豊かにしてくれる人と人とのつながり、これについてですね、思い、気づき、私たちの暮らしと地域活動の未来を考える、この実現について、スタッフとしてでです、ね、スタッフとして少しでもお役に立てるように心がけてきております。特にですね、この現在、 コロナがまあ落ち着いてきたとは言いましても、ですね、なかなかえ戻れない、元に戻れないこの日常でありますが、えー、ズームやですね、あのお手紙をえ使って、ですね、工夫しながら、何気ないつながり、このえつながりがですね、心の助けになっているというふうに、本当につくづくあの痛感しております。えー、職場ののつつななががり、り、家庭のつながり そしてですね第3のつながりがこの地域活動です、この3つが揃って、ですねあの私たちの生活は満たされるんではないかなというふうに思っております。で、このコロナ禍という新状態をです、ね、受け入れて、乗り越えていくとともに、ですねこの地域で生きていく中で、隙間を埋めて、温かくつながっていく、こういう機会にしたいなというふうに思っております。 えー、そしてですねあの今回の学園祭のスローガン、あらみつ、このです、ね、あらみつとは、えー、広げよう、つなげよう、みんなの心、このですね、えー、これを表現したものを学園祭の実行委員でですねあの作成した、えー、オリジナルのキーワードになっております。えー、こののコロナ禍の3密を避けるですね 新しい生活様式が、えー、と提唱される中、荒川区の住民らしくです、ね、適度な距離を広げ、そして、えー、密集しなくてもです、ね、みんなの心がつながる、この、えー、広げよう、つなげよう、えー、みんなの心、これをです、ね、お互いに、えー、思いやるということが荒みつです。 えー、この言葉をですね胸にですね皆様とつながっていきたいというふうに考えております。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうもありがとうございました、えー。続きましてこのフォーラムの進行をですね担当していただきます、えー、方々のご紹介です、えー。合同会社アクティブラーナーズからファシリテーターとして山内リ太郎さん。 YouTube の配信等でサポートしていただきます米野と洋二さん <laughs> それではここはですね山内さんに進行バトンタッチしてお願いしたいと思いますよろしくお願いしますえ皆さんこんにちは合同会社アクティブラーナーズの山内隣太郎と申します 今回ですね、今年度に関しましては、コミュニティカレッジで何個か講座を受講担当させていただいたこともあり、画面越しにですね、オンラインの講座だったものですから、画面越しにですが、ちらほらと、ああの方だ、あの方だ、なんていう風うなお顔をですね、会場に見つけて、ちょっと安心しながら進められそうです。本日ですね、15時までのお時間、担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、 本日のゴールと題しまして15時の段階でですね皆様全員とこんなところを目指して今日この時間を作っていきたいなというゴールを指し示させていただきたいと思いますちょっと長いですが読み上げさせてください荒みつの考え方を踏まえ先ほどございましたよね適度な距離でも 密集しなくてもつながれているそういった心の状態そんなところを目指していくそのあらみつの考え方をですね皆様も念頭に置いていただきまして地域活動を通じて人とのつながりを広めていく深めていくそしてつながり続けていくためにですね皆様お一人お一人ができることあるいはしたいことが思いついている状態こちらをですね皆さんと一緒に目指していきたいと思っております。 そのためにですね、まあ、まずは今、皆様お近くの方たちで大体3名から4名ぐらいのグループになっているかと思いますのでその皆様とですね簡単な自己紹介のお時間を取った上で情報提供ということで地域活動でもうすでにご活躍されている先輩方にですね自分たちは活動を通じてつながりこういうふうに考えています広げていますそんなお話を伺いたいと思います。 そちらでのヒントをですねたくさん得た上でグループトークということで今のお席の皆様とですねこのゴール出させていただいておりますがこちらについて皆さんで一緒に考えていけたらなというふうに思います最後振り返りのお時間にですねこのゴールの部分皆様の中で頭の中に浮かんでいる状態ぜひ目指していきましょう では最後にですねこの場を進めていく上えで大切にしたいことということで3つこちらの方でご用意させていただきました。1つは違いを楽しみ受け入れよう地域での活動経験や活動の内容そしてつながりに対しての考え方思いこれらですね全然違う方たちがきっと集まられていると思うんですよね。なのでそんな中でいやそれは違うよとかこれはこうあるべきだ。 えそう考えてしまうともったいないと思うんですぜひそういう考え方もあるんだななるほど今のお話を聞いてこんなことを思いついたなんてですねぜひこの場から新しいものが生まれてくるようなそんな参加の仕方を意識していただければと思います二つ目沈黙も愛しましょうどうしてもですねお話ししているとシーンとなる瞬間 出てきたりとかしますそんな中で「ちょっと自分で無理やりしゃべんなきゃ」とか「何々さんどうですか?」無理やり振ってみたりとかですねよくあるかと思うんですけれども今日このお時間での沈黙は皆さんが一生懸命考えているお時間という前提を皆さんで共有しましょう自分の中でしっかりと整理された状態になって初めて物事は語れるものだと思っております。 なので無理に喋らなくてオッケー考えたいときは考えましょうという前提を共有しましょう。最後結論を出す必要はございません。グループトーク等々でですね皆さんにつながりについて考えていただくといただこうとは思っていますがこの時間だけでですねつながりはこういうもんだ。 よしそうやって活動しようなんて答えが出てくる方はまれだと思います今日ここで出てきたさまざまなアイデアをですねぜひこれからの自分たちの活動を続けていく中でですねやっぱりこうだったなと研ぎ澄ませていくようなそのためのアイデアが生まれる時間というふうに今日この時間を使っていただければと思いいいます、はい、この3点共有しながら進めささせてください次情報提供に移りたいと思います。 つながりということを考える上でですねすでに活躍されている先輩方にそのつながりを考えるヒントをいただこうというお時間でございます。今回ですね2つの団体の方々にお越しいただきました荒川アグリガルデンの会の青木さんと川は友達の脇田博さんです。拍手でお迎えください それぞれぞお二方にはですねお話とそして私からの質問踏まえて15分程度でそれぞれお時間いただいておりますでは最初はですね青木さんからお話しいただければと思います改めまして皆様拍手でお迎えくださいご紹介にあずかりました青木です私はアグリガルテンの会の会長をやっておりまして 今今日は今私が関わってていいいいる活動の紹介をろろさせていただきます2012年の春に荒川区に転入してきまして当時はもう全然知り合いもいなくて、えー、まずは友達を作ろうと思ってちょうど3期生の募集をしていた荒川コミュニティカレッジの受講生として応募しましたで荒川アグリガル展の会はその時の 仲間が中心となって立ち上げたグループですコミカレに入って地域のことをいろいろ教わるんですけれどもその時に荒川の伝統野菜の三河島菜ということのがあるっていうことを初めて知ったんですねでそれをした時にもうすごい食べてみたいってすごく思ったのがそもそもの始まりでその時にあの農大出身の,あの栽培に詳しい方 が中心となってあのこの会を立ち上げましたでまああの再演活動をしながらみんなで一緒にコミュニティを作れればいいなっていう思いとその仲間で一緒に育てて収穫して一緒に調理して一緒にいただくという一貫した活動を目指したいと思いましたまたそれによって孤立している方たち の居場所にななればいいなと思っておりますアグリガルテンってどういう意味ってよく聞かれるんですけれどもこれはあの自分たちで作った合成語なんですね。でまあアグリっていうのは英語で農業を表すアグリカルチャーから来てましてガルテンっていうのはドイツ語で小さな庭っていうことを表すガルテンなんですね。でそれを合わせて頭にある荒川をつけてちょっと特化しました。 コロナ禍で去年はあのコミカレの学園祭は実施されなかったんですけれども会では毎年学園祭に出展していました最初はあの紙コップに土を入れて、えー、家であの豆苗が栽培できるキットそれの,あのワークショップをしたりまた自分たちで育てた小松菜三河島菜で お味噌汁を作って模擬店を開催したりしました2017年からは栽培場所を探していたときにオグフレアイカンさんの方からお誘いがあって5階のテラスで一緒に子どもたちと栽培をしないかということでお手伝いをすることになりましたで、館ではあの以前から子どもたちと 一緒にお野菜を育てていらしたんですけれども私たちも栽培場所がないということとそれと缶の方でなかなか野菜がうまく育たないということもあってで2つの思いが一緒になって一緒に活動できることになったんです。それでそこでこ育ててたたたお野菜の収穫を待って子どもたちが考えたメニューで まあ、あのいろいろ調理して食べるという活動をしていましたその他にあに今花の木の場所にあの特別養護老人ホームがあるんですけれどもそちらの,あの自転車置き場の奥の方にあの栽培場所を見つけてもらったり今はあのちょっとコロナの関係で入れないんですけれどもベランダの方を借りて。 あの職員さん地域の方々利用者さんと一緒に栽培もやっておりました。で会ではまたあの年に12回大人の遠足のようにちょっとあの施設見学や農業体験できるところで収穫を楽しんだりしています。ここれれはは昭和記念公園ののののコスモスモ畑でですねそれでその向こうの左側の方は あの2019年にリース作りのワークショップをするためにどんぐり拾いに行ってきましたでそのほかにあの足立区の都市農業公園などそこであのさ里芋の収穫をしたりしてました去年はあのコロナ禍で 触れ合い感が全く使用できなくなって子供た調理飲食はもとより子どもたちと一緒に活動することすらできなくなったんですねそれでまあ今年の夏は収穫したミニトマトとミニ,ミニピーマンこの収穫栽培するものをちょっと絞って数をたくさん取ってそれであのみんなで売ってみようっていうことになって。 この二種類を植えたんです。したらまあよく実って、それであの缶の方にいらしているあの高齢者の皆さんも子供たちが育てたからということで、もう本当に十分二十分で完売するぐらいの大人気でした。それで、えー、そうですねあの子供たちが一年半会わない。 間にもうすごく大きくなっててびっくりしたっていうのもあのちょっとエピソードで覚えております。今あのアグリの活動のほかにあのコミカレに帰省の方が主体となって開催している健康カフェという高齢者の居場所づくりのお手伝いもしております。ここちらはは、えー、の健康カフェには 受講生だった頃に講座の活動体験でお手伝いに行ってそのままメンバーになって続けてますという感じでこちらもあのコロナ以前はお茶やコーヒーそれからお茶菓子も用意していたんですけれども今はそれも無理でただ集まっていただくのみでそれでもあの参加してくださる方々は来る場所があるということでとても喜んでくださってます。 他にはあの去年からなんですけれども同じマンションのメンバーとあの子供食堂を開催し,しておりますこのメンバーっていうのは大体いい週1でエアロビをやっていたんですけれどもみんなで何かしたいねっていう話になってまあ子ども食堂がいいねって言ってみんなで始めたんですけれども。 コロナの影響でもう申請から許可が下りるまですっごい時間がかかって始まったと思ったら半年でもう触れ合い感が使用不可になってまあ今はあのこの間まではの経過措置として食材配布パントリーですねこちらをやっておりましたで11月からはお弁当形式で再開してますでこうやってあの複数の 活動に関わって思うことはやっぱり自分が楽しめてるっていうことが大前提だなと言えます、まあ、信頼し合う仲間がそれぞれ、まあ、得意なことがもういろいろあるんですねそれをまあそれぞれの場所で発揮してまたそれがあのずっと外に広がってつながっていく。それから まあただ始めたら続けなきゃとか、まあ、これはこうでなきゃとかそういうあの固定観念に縛られずに臨機応変気持ちにこう折り合いをつけながら続けていけるっていうぐらいの方がいいのではないかなと私自身は思っています以上簡単でおりますが現在の活動の紹介をさせていただきましたありがとうございました 青木さんどうもありがとうございます。えー、お話を聞いてでですねあのすごく大事だなと思ったのがあの地域活動をしていてあの私が主語であることがすごく大事だなというふうに聞いていて思いました。えー、私が友達を作りたい、私がこのお野菜を食べてみたいっていう。 とてもシンプルででも強い思いが積み重なっていくことでそこに仲間が集まってきてで仲間がいるから活動ができてで活動を積み重ねていくことで結果としてまた新しく仲間ができてでさらにはそれが誰かのためになっていてそんな活動を続ける中で成果が生まれていくと自信にもつながって。 そしてこういったコロナ禍においてもじゃあその自信を糧にこれが駄目だったらこれやってみたらいいんじゃないなんてなんかそういう発想につながっていくようなお話を聞きながらですねすごく綺麗な一直線のラインがあの見えてきたところです。青木さんに、えー、一点だけ質問させていただきたいんですけれども青木さんはあのこの活動を通じて、えー、つながりについて 何か考え方がこう変わってきたこととか、えー、今自分はこういうふうにつながりのことを考えているとか、そういったものって何かあったりしますかね。そうですね。あの、まあ難しく考えないっていうことですかね。えー、あの、まあ私は割と直感的な人間なので、まああの。 言葉通りにしか受け取らない方な,んです、ね、なのでその言葉の裏を読んだりとかそういうことはあまりしないようにはしていますそれでそのまあこのつながりがこうどんどん広がっていけばいいなとずっと思っていますじゃあもう一つだけえつながりを広げていくために青木さんが何か意識されていることってありますか そうですね、あのまああのつながりを広げていくためにというかその小さなことでもそのここであの人とは会ったわっていうような感じであこういうことはあの人に聞いてみたらいいとか、うん、そういう感じでそのまあ得意分野っていうんですかね、うん、そういうことをどんどんその人に託して。 あの広げていってもらうとかそういう形で広げていけるかなと思っていますなるほどですね思いついたことはまず口に出してみたりとかあとは自分で全部抱えるんじゃなくて、えー、任せてみるとかそういったことでこう自然と広がっていくみたいな,なんかそういう、えー、イメージがまた今の話を聞いていて、えー、わきました。あありりががととううごござざいいまますす そうしましたら、えー、青木さんのお時間、えー、以上で終了でございます。たくさんのヒントをいただけたかと思います。もう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。